皆さんマイク選び迷ってないですか？結論から言うとこの2つのどっちかを買えば OK です。そんなわけで皆さんに紹介したいのがこちらですね、はい、ゼンハイザーさんの MKE400 そして MKE200、 このどっちかをマイク選びも OK だなっていうふうに僕思いました。というわけでですね、まあ、本日、やっていきたいなと思うんですけれども、僕ねこのチャンネルで多分言ってなかったんですけど、このね MKE200 結構前にね購入してて、これかなり使ってたんですね。まあビデオブログも YouTube もね結構ねこれを使ってね撮影をしてたんですけれども、まあめちゃくちゃいいんですよ。まあ発売から時間経ってたんで、まあ自分が紹介するほどでもないかなと思って皆さんにはねご紹介してなかったんですけれども、これ結構良かったんですよね。でその後にね登場したこの MK400 っていうものがありまして、でこちらが、まあ、今回ゼンハイザーさんからねお話をいただきまして、今ね、実際に使用させていただいております。なので今回ね実際にこの音質を確認しながら、こっちの比較とでどっちがどういった人に向いてるのかっていうのを皆さんにね紹介していきたいなと思います。なので今回ねちょっとマイク探してるけどねどういったものを買えばいいか分からへんみたいな方とか、まあ、そういった方に楽しんでもらえる内容となっていると思いますので、ぜひね最後までご覧いただけたらと思います。はい、というわけでですね、まず中身なんですけれども、マイク自体はねこんな感じになっております。で MK200 と比べるとねかなりね大きくなっちゃいましたね。はい、これね2倍ぐらいかな、ちょうど、うん、2倍ぐらいの大きさになりましたね。はい、で重さも結構ねこっちの方が重たくなっております。なので超コンパクトではなくなっていますね。はい、初見の感想は。でですねこのウィンドジャマーもねございますので、これをねつけることによって、まあ、風のね音とかをね、予防することができる。でこれね僕最後の方にも話すんですけど、僕これつけるの結構嫌いなんですよね。はい、であとはね、まあ、このようなマイクのね、ケースもあったりとか、であとねこのね別のねカメラじゃなくてスマートフォン用のねケーブルもあるんですね。なのでこれ2つともスマートフォンでも使用できるね、マイクとなっております。ここもね非常にいいところで、カメラを持っていない方、まあ、iPhone とかでビデオブログをね撮りたいとか、そういった方には非常にねおすすめになってくるかなと思います。まあ、ただ、iPhone でねこっちの MK400 っていうのはちょっとでかいなと思うんで、僕はまあスマホで撮るんやったら200のね方がいいかなと、まあ、そんな風にね思ってます。はい、というわけでですね、まあ、この MK400 のまずねスペックから皆さんにねご紹介をしていきたいなという風に思っております。まあ、ざっくりとね皆さんにお話ししていきたいんですけれども、まあ、このね、マイクはですねローカットフィルターを搭載しているねマイクになっております。まあ、ローカットフィルターというのはね、まあ、低いね周波数の音をね、まあ、自動的に消すことができる。例えば風の音であったりとか、まあ、ちょっとしたノイズであったりとかね、そういったものを、消すモードが搭載されています。なのでねそのボタンをオンにしてあげることによってそのねローカットフィルターが、オンになるといった形になります。で、この MKE200 にはねないんですけれども、ここにねイヤホンジャック、オーディオをねモニタリングできるねジャックがあるんですね。なのでここからしっかりとねマイクで音声を確認してあげることによって、より綺麗なね音、今流れている音っていうものをここからね自分でこう確認することができる。これもね非常にこうちょっとねプロフェッショナル向きになったかなと思います。はい、実際ねこういうモニターのねイヤホンってね実はめっちゃ大事で、これがあるかないかでね結構その撮影中に風の音入ってるかなとか、これちゃんと撮れてるかなっていうのが、撮影したものをカメラで再生させてそれをねこう耳に当てて聞くっていうよりかは、ここにねイヤホンとかヘッドホン通してしっかりと聞くっていうのがやっぱり一番正確で、後々ね取り残しがないっていうことをね、できますので、なのでこのねイヤホンジャックがあるっていうのはすごくね僕は、いいなと思いました。でこのねマイクはですね、この MK200 はね電池を搭載しないんですけど、これはね電池バッテリーになるんですね。ここを開けて、はい、2つのね単4電池が入っております。はい、これねもともと付属品として入ってはいるので、まあ最初はね別で購入する必要はないんですけれども、電池がね必要なマイクにはなります。気になるね電池持ちに関してはだいたい100時間持つとのことです。で電源をね入れてあげると、この緑のランプが光りまして、だいたいね3時間以下残りがね残り残量が3時間以下になると、ここが赤くなるみたいです。僕はねそこまで使ってないのでまだ緑の状況です。でこれ電源ボタンがあるというふうに言ったんですけれども、この電源ボタンっていうのは毎回入れる必要はありません。これねカメラと連動するんで、カメラにマイク端子にねこれを挿しておいて上に乗せておくと、カメラの電源を入れたらこれもねしっかりとつく、そんなね連動性があるねマイクになっています。これがねめちゃくちゃいい。うん、よく失敗する例として、カメラで撮っててマイクの電源が入ってないとか、そういったことって意外とあるんで、このね勝手にねマイクの音声が入るっていうのは非常にね僕は結構好印象かなというふうに思っております。はい、というわけで、まあ
まあ、ざっくりとではありますが、このね、MK400 の、まあ、主な特徴のところをね、皆さんにご紹介をさせていただきました。で、やっぱりね、なんといっても気になるその音質ですよね。そこをね、今から皆さんとね、一緒に確認をしていきたいなというふうに思っております。まずはね、この室内の中で、このね、マイクを通して、音量をね、確認をしていきたいなというふうに、思います。なので、一旦ね、この MK400 に切り替えていきたいと思います。はい、今ね、これ、今、MK400 で撮影をしております。音声の方、いかがでしょうか。まあ、ちょっとね、前、だいたい60センチぐらいのね、距離感はあるんですけれども、まあ、比較的綺麗にね、音をね、収録できてるんじゃないかなというふうに、思います。このね、部屋の広さ自体が、まあ、こっち側もあるんで、1LDK のね、間取りにはなってるんですけれども、まあ、ちょっとね、反響はちょっとだけあるかもしれないんですけれども、まあ、言うてもね、結構かなり綺麗めにね、入ってるんじゃないかなというふうに思います。もっとね、音質を綺麗にね、聞きたいかなというふうに思いますので、ちょっとマイクをね、この辺ぐらいまで近づけてみたいと思います。はい、というわけでこれがね、僕に結構マイクがね、近づいている段階での収録になっております。音声の方いかがでしょうか。今、ローカットフィルターがオンになっています。で、ちょっとね、このローカットフィルターを切ってみます。照明とかがね、今ファンがちょっとだけ鳴ってはいるので、それとかがね、ちょっとわかるかもしれないです。じゃあ一回切ります。これがねローカットフィルターを切った状態の段階になっております。音声の方いかがでしょうか。ちょっとしたノイズが入っていたりとか、ちょっとした反響もねあったりするんじゃないかなというふうに思います。もう一回ねオンにしてみましょう。はい、これでねローカットフィルターがオンになりました。結構ねやっぱり違うと思うんですよね。では続いてこのね MK200 にね切り替えていきたいなと思います。じゃあこっちに切り替えていきましょう。はい、というわけでですね、今が MK200 で収録をねしております。音声の方いかがでしょうか。まあ、ちょっとねまた違った感じになってるかなと思います。まあ、最後のね、ところでもお話しするんですけれども、 MK200 と400ってちょっとね音質に違いがね僕は感じまして、まあ、こっちの方がよりねちょっと環境音拾うんですよね。じゃあこれもね同様にちょっと僕の声の方に近づけてね収録をしてみます。はい、これがねちょっと僕の方に近づけて収録をねしている段階になります。音声の方いかがでしょうか。まあやっぱりねどっちのマイクであれ普通にね音声は綺麗だと思うんですよね。まああとは質感であったりとか、まあ、環境音であったりとか、あとはその反響の具合とかね、まあそういったところがね重要になってくるのかなと思います。でちょっとだけ余談なんですけど、もし皆さんがねこういった撮影の時に音の反響とかに悩まれている方は、ちょっと家具を増やすとか、できるだけなんかねその反響を防ぐには物をね置いてあげると、その反響がねなくなったりします。で逆にここにね扉を閉めちゃうと僕はね反響がね結構しちゃうんで、僕はこれをあえて開放にして音がいろんなとこに逃げ込むようにとか、そういう風な工夫もしたりしています。なので、意外とね環境によってはね反響を防げたりもできますので、まあ、マイク動向というよりかは撮影の環境をね見直すっていうことも実はね大事になってきたりしております。というわけでちょっと長くなってしまったんですけれども、ではねここからそしたら外でね撮影したシーンに切り替えていきたいと思います。では行きましょう。はい、というわけで皆さん今 MKE400 で撮影をねしております。じゃじゃん、分かる人ぞ分かるロケーションに来てます。ここはねあのアキアムービーで、始めた当初の時に結構ね来てたところなんですけど、ここがねまあ実家の近くで、撮ってるんですよね。音声の方いかがですかね。まあ、風はねあるっちゃあるんですけど、まあでもめっちゃ強いわけではないですね。はい、今全く設定は何もしません。ローカットも何もしてなくて音も普通の状態ですね。じゃあ一旦これでローカットをねオンにしてみますね。これでローカットフィルターがオンになりました。どうでしょう、ノイズ取れましたかね。ここ自体が割と静かでのどかでね、なんか雑音とかはあんまないんですけど、ちょっと工事の音が入ってるかな、まあ、ぐらいなんで、まあ、そもそもね結構綺麗なんですけど、今 S1H で自撮りしてるんでもう腕がパンパンになってるわマジで。はい、風が結構まあちょっとだけ吹いてる、かつ飛行機の音がありますね。はい、ノイズの方の軽減いかがでしょうか、できてますかね。まあ、結構ね綺麗に撮れてるんじゃないかな、どうやろう。はい、今結構風吹いてますね、結構吹いてます。はい、これでどこまで撮れてるか。はい、今 MK200 で撮影をねしております。結構風今吹いてますね、どうでしょう。まあ、このねマイクはほぼ設定もね何もないんですけど、まあ、音声の方いかがですかね。まあ、こっちもこっちでねだいぶ綺麗には撮れると思うんですけど、まあ、MK400 との比較として、音声ね聞いてもらえたらと思います。はい、音の方いかがでしょうか。2メートルぐらいかな、距離感的には、まあ、2メートル半ぐらいの距離で喋ってます。結構音綺麗にね拾うんじゃないかなと思いますね。もうちょい離れてみましょうか。はい、音いかがでしょう。まあ、結構ここまで来たらねだいぶ遠いと思うんで、
今だいたい 3,4 メートルぐらいの距離から喋ってます。まあここまでの距離をね、拾えたら全然 OK なんじゃないですかね。はい、マイクの音量いかがでしょうか。今僕は、だいたいね2メートルぐらいの距離のところから話をねしております。はい、まあこれでも結構ね綺麗に音が入ってるんじゃないかなと思いますね。はい、ここで結構ね離れてますね。ここで5メートルぐらいは離れてるかな。はい、僕の声はいかがでしょうか。音質いかがでしょうか。向こうにヘリコプターが結構飛んでるのと風が結構今吹いてます。音声いかがでしょうか。まあ、割とねノイズも入ってるんじゃないかなと思います。この自分の声を結構綺麗にね撮れてたら、まあ、割とね、使えるんじゃないかなと思います。まあ、こういうね撮影も結構あるかなと思うんで、まあ、ビデオブログを撮るときとか、まあ、その際にはねこういう環境がザ・リアルって感じがするんで、今で結構綺麗に入ってたらいい感じじゃないかなと思います。はい、というわけで皆さん、いかがだったでしょうか。まあ、このね2つの違いちょっとだけ分かってもらえたんじゃないかなというふうに、思います。まあ、この2つはね価格もね、まあ、大体倍ぐらい変わってくるので、やっぱりね音質というところではね、まあ、こっちの MK400 の方がやっぱり綺麗なのは綺麗かなというふうな印象をね、僕は受けました。やっぱねこっちローカットフィルターがあるので、まあ、さっきのね音声のようにまあ風の音であったりとか、まあ、ちょっとしたノイズっていうのはねこっちの方がやっぱり綺麗に撮れてるし、僕の印象ではなんかねちょっとこっちの MK200 はちょっと幅が広く収録するというか環境をね結構拾ってくれるんですね。でもこっちってなんか人の声のね部分ですね、そういったものの原因とかをしっかりとね綺麗に拾ってくれることができるマイクのイメージがね僕はあります。なのでね僕的には使用用途としてはこっちがねビデオブログには向いてるのかなと思いました。 Vlog っていうのは結構その環境もね楽しみたかったりするじゃないですか。いろんな現地に行ったりとかいろんな、まあ、店であったりとかその環境のそこのね音も実際にね聞きたいっていうねそういったところもあると思うんで、なので僕はねこの MK200 って Vlog にはね本当に適してるんじゃないかなと僕は思います。で一方こっちの MK400 に関しては Vlog、ビデオブログもそうなんですけれども、こっちはね映像作品とかそういったところのね幅まで広げていけるようなねものになってきてるんじゃないかなと思います。まあ、人のね声をより綺麗に撮ってくれるので、マイク自体が近ければそれこそねドキュメンタリー動画であったりとかインタビュー動画であったりとか本当にいろんなね映像とか動画作品にも使えるので、まあ、こっちであれば結構ねまあお仕事としても使用できる範囲に、ね、なってきているんじゃないかなと僕はねそんな印象を受けております。であとはですねその実際の使用感としてはなんですけれども、やっぱねこれちょっとねあの倍ぐらいの大きさにはなるので、一概にねこの2つをねコンパクトなマイクの中でどっちを選びますかっていうくくりにはちょっとね持っていきにくいかなと思います。やっぱねその大きさのところでね比較対象にはならないのかなと思います。もうこっちはね結構しっかりとしたマイクをつけるっていうそういった覚悟でつけるぐらいのね気持ちは必要になってくるんじゃないかなと思います。まあ、こっちはカメラと、スマホを問わずですね、まあ、どっちにつけてもやっぱコンパクトさっていうものがね、際立つので、そういった点ではすごくいいのに対して、こっちはねやっぱりもうカメラにつけるっていうぐらいじゃないと、まあ、アンバランスにもなってくるかなと思うので、まあいろんなカメラには対応しているものの、やっぱねこれは本当に小さなカメラではマイクの方がね大きく見えるような、形もあるかと思いますので、皆さんが使っているデバイスがあんまりね小さいとこっちはねバランスが悪くなってしまうかと思うので、ちょっとね大きめのものを使っている方っていうのはこっちでねもうより綺麗な音を拾うっていうのも選択肢なんじゃないかなと思います。では最後にですね少しね先ほどお話ししたこのウィンドジャマー問題に関してなんですけれども、僕ですねこのウィンドジャマーをつけるのが非常に嫌いなんですよね。今ねここにちょっとこれをね触ってるだけでもこの毛がねめちゃくちゃ落ちてるんですよ。見えるかな、わからへんかもしれへんけど、この毛がねもうめっちゃ嫌いなんですよ僕。このねレンズについたりとかカメラに入ったりとかねもうするんですよ。もうそれがめっちゃ嫌いなんですよね僕。こういうねマイクも結構繊細じゃないですか。でこういうねなんかこの辺の隙間とかこういうねなんかもうカメラバッグの中にこれがあるとねもういろんなところにつくんですよ。でカメラバッグってあのビリビリみたいなあるんですよね、仕切りがあってそれをねこうビリビリできるんですけど、そういうのにもねまたつくんですよこれ。毛がねもうめっちゃ抜けるし、こういうつくのがね結構嫌いで僕。まあこっちもねウィンドジャマーはあるんですけど、普段本当に僕つけないんですね。あるに越したことはないんですね。ただ僕はもう持ち歩くとかカメラバッグに入れること自体が嫌いなので、まああんまりねつけはしないんですけれども、でなんでこういう話をしてるかっていうと、このね MK400 はロー
ローカットフィルターがあるので、ある程度の風をやっぱ防いでくれるんですね。なので今回もちろんねこれをつけても検証はしましたが、割とねウィンドジャマーつけなくてもね結構耐えてました。そこがね結構僕はね一番大きかったなと思います。まあ見た目的なところではね全然僕もそんな嫌いではないんですけれども、この毛が抜けるっていうところがね非常に大嫌いなので、このねウィンドジャマーつけないで運用できるっていうのは僕の中ではもうね本当に評価がね高いというか、ちょっとおこがましいんですけれども、まあめちゃくちゃねいいなと思いました。ローカットフィルターのオンオフでね結構違いがありましたし、だいたいこういうね補正をかけるとなんかねもっとねこう音質が逆にね悪くなったりしがちなんですけれども、音質は綺麗に保ったままそういうね補正を効かせることができるっていうのが僕はね非常に魅力的だなというふうに思いましたので、まあ僕のように同じような悩みを持っている方、ウィンドジャマーつけたくないんじゃボケみたいな感じの方はこれね結構僕おすすめです。さらにねもっとより高性能な、まあ、プロフェッショナルな音を取りたいという方は次のその MK600 っていうね今撮ってるようなマイクになってくるんですけれども、そもそもねやっぱりこのゼンハイザーというメーカーはね、まあ、ドイツのオーディオメーカーにはなるんですけれども、もともとねそのオーディオの品質っていうのは非常にこうクオリティが高いです。なのでこんなこと言ったらあれですけど、どの製品でもまあ間違いはないっていうようなこともあるので、この2つどっちを選んでいただいても多分僕はね後悔はしないと思いますし、まあマイクをね、まあ、迷ってる方はこのどっちかでね全く問題はありませんのでね、今回の動画を参考に、ぜひね皆さんのオーディオライフ、カメラライフか、楽しんでいただければなというふうに思っております。というわけで皆さん、本日もね最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひねこの動画がいいなというふうに思ってくださった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。というわけで皆さん、ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、アキアでした。またね。